やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。今日のお題は、じゃん、本部長に2回し、子ども庁創設はうまくいくのかっていうのを占いたいと思います。はい。基本的に1日1本か2本動画アップしてます。ぜひチャンネル登録と通知お願いします。ツイッターのフォローもぜひお願いします。個人鑑定の受付状況とか日々のことを、それこそね、子供のなんか日々のこととかなんかつぶやいてます。はい。子ども庁創設。まあ、これはね、いいと思うんですよね。ちょっとニュースを読みますよ。子ども庁とは、自民が次期衆院選の公約化を調整、菅首相を強い決意で取り組むっていうタイトルで、まあ、いっぱいニュースあるけど、ハフポスト日本版。これがなんか、子ども庁って何みたいなのがわかりやすかったので、ちょっと見ますね。はい。秋までに実施される衆院選の公約に自民党が子ども庁の創設を盛り込む方向で調整中と報じられています。どんな組織なのでしょうか？朝日新聞デジタルによると、子ども庁をめぐっては、自民党の議員30人が呼びかけ人となって、子育て問題を議論する勉強会を2021年2月に設置。勉強会のメンバーが菅首相に子ども庁の、創設について提言書を4月1日に手渡しました。現在、保育園は厚生労働省、幼稚園は文部科学省、認定子ども園は内閣府がそれぞれ所管しています。認定子ども園って内閣府だったんだ。初めて知った。そうなんだ。3つなんだね。提言では、こうした縦割りの構造によって、省庁間の連携が不足していると指摘。確かに。うん。児童虐待や不登校、教育格差など子どもに関わる様々な政策を一元的に担当するため、子ども庁の新設と専任の大臣を配置するように求めました。で、菅首相は勉強会メンバーとの会談を二階俊博幹事長に対し、子ども庁の発足に向けた総裁直属の準備組織を党内に設置するよう指示しました。で、その、創設、子ども庁を作るための本部長に二階氏がなったっていうね。これを私、昨日つぶやいたんですけど、狂気狂気って、まあ、狂気ね。狂気。二階さんが、本部長、子供庁に関する、設立に関する本部長が二階さん、どういうことみたいな。まあ、子供庁の大臣に二階さんがなるっていうわけではないだろうから、まあね、の、党内の、こう、人をどう配置するかみたいなのをやるんだろうけど、まあ、それにしても、あれだなと思って、うん、すごい、みんな結構ね、ツイッターでは盛り上がっておりましたが、はい。子ども庁の創設はうまくいくのか、ちゃんと創設まで持っていけるのか、ね、大臣とか立てて。で、衆院選のためなの？それともね、ちゃんと子どものためを思ってるの？まあ、子どものためをちゃんと思ってるのかしらみたいなね。まあ、こっちだとは思うけどね、なんかそういう委員会とかやってたっていうので、はい。で、本部長が二階さんってどうなのよっていうのをタロットさんに聞いてみようと思います。ねえ。どうなんだろう。子供といえばさ、うちのお姉ちゃんの方が年長さんになりまして、保育園。ねえ、6年だよ、0歳からだから、0、1、2、3、4、5、6年目ですよ。ああ、すごいね、小学校もこのくらいの、なんか、年の感じなんだなって思って。でも、それより、小学校の方があっという間に過ぎそうだけど、保育園6年目だと思って。で、下の子は、3歳児クラスになって、大きくなったなって思うんだけれど、なんかね、保育園の先生が結構また入れ替えがあったりして、その中の先生が小一の壁に負けたからちょっと保育士辞めますっていう方がいて、あと同じね、クラスのママ友もちょっと小一の壁があるから仕事辞めてちょっと保育園じゃなくて幼稚園に転園するわって人もいて、小一の壁みたいなのがね、うちに我が家で話題になってて、あるんですよ、小一の壁っていうのは。保育園、ね、今まで、まあ、幼稚園行かせてる人は、まあ、なんか、ね、専業主婦の方が多いのかな、どうなんだろう。まあ、でも、そういう、ね、早く帰ってくるのにも対応できる方が幼稚園とか行かせてるんだろうなとは思うけれど、ね、働いてる、フルタイムで働いてる人とかやっぱ保育園じゃないですか。で、保育園だとね、5時、6時、長いと7時くらいまで預かってくれるのが、突然小一に上がると、昼に帰ってくると。給食食べて速攻帰ってくるのが何ヶ月も続くと。ね。それはちょっ
とね、働けないよね。で、まあ、学童保育に入れるというのもあるけど、なんかその給食食べた後さ、ずーっと半日また学童保育に入れるのもなんかね、かわいそうよねっていうお母さんもいたりね、お金もかかるしね、うん、また保育かみたいな、なんか、そういう小一の壁みたいなのがありまして、私もね、今家で仕事してるけど、カバダス秘術さんのギャーギャー騒ぐ娘が昼に帰ってくんのか毎日と思うと、確かにどうしようみたいな、仕事私来年からどうなんだみたいな、ちょっと考えないといけないなと思って、こういう撮影もさ、悠長にやってらんないよねみたいなね、個人鑑定もさ、騒音がしちゃダメだからね、完全に音がしない状態でやらないといけないからさ、と思って、どうしよっかなーと思って、大変だな来年からと思ってね、だって静かに一人で勉強ね、誰のサポートも必要なしで勝手に勉強しますっていうようになるのってもっと後じゃん。一年生ってやっぱりね、横についていて宿題とかも全部見てあげないとできないじゃない多分うん、保育園のまだ一個上がったくらいじゃ、と思って、うん、ちょっと話がなくなっちゃった。はい、子ども庁の、創設うまくいくのかね、子供はね、ほんと将来を担っていく存在なので大事でございますよ。本当に今のその子供たちが将来の社会を作るので、それは大事にしなきゃいけませんよね。はい、ズバッと出ました。あ、まあ不安とか迷いはありながらも、まあうん、ちゃんと創設できそうですね。うん、形になりそうな感じがいたしますよ。まず、過去のところに法王の逆が出てるね。これはまあ二階さんだろうね、間違いなくね。法王、おじいちゃんみたいな存在が逆向いてるから、あの二階さんがすごいわがまま好き勝手にやるか、もしくはもうそれがあまりにうざすぎて、あのちょっと横行ってよ、な、どいててくださいって言えないか、なんか存在感が薄いか強すぎるかなんですよ、おじいちゃんの。まあ強すぎるかだろうな。うん、そっちか。まあそうね。で、そのうち現在のところ、現在っていうか、まあ時間が経つにつれ、節制の逆流れ、なんかいろんな流れは調整はこう難航しそうだけど、まあ女性が大事になるだろうね。うん、順当にこう女帝的なこの感じ、母性の強い優しい愛情深いみたいな、なんかこんなイメージの女帝的な感じの人が多分まあ大事になると思うよ。ただ顕在意識にタワーなんだろう、もう崩壊しそうみたいな、子供庁出来立てなのに崩壊しそうみたいな、なんかねなんかトラブル発生みたいなことはありそうかな。もう潜在意識で女教皇、まあ、女帝と女教皇ね、女帝が表にいて女教皇が下で支えてくれるみたいな、ちゃんとなんか女性たちが超活躍しそう、そんな感じはする。で、近い将来のところにも忍者でしょ、うん、堅実にやっていくと思いますよ。で、立場のところも太陽を背景に星だからとってもいいけど、いいでしょ立場。で、環境、子供庁創設のための、まあ環境としては不安迷い混沌、あー結局子供庁って何すんのよみたいな、そんなところがこうみんなぼんやりして曖昧で、ちょっとうまくね、ゴールが見えないっていうか、何を目指すのみたいな、そういうところがちょっと見えないのかな。そういうのがちょっと、まあ、マイナスにはなるかもしれない。で、対策じゃない、可能性も正義の逆なので、なんか何やっていいのかわかんないよみたいな、ちょっとこの辺ついになってそうね。結局何やんのみたいなところがわかんないまま、最後の方までは行きそうだけど、でも最終結論が審判なので、結果として、はい、子供庁創設できましたっていう感じで、チャッチャダーン、チャッチャダーンって、その音楽だとさ、ドッキリの音楽じゃん、今。私ドッキリの効果音出しちゃった。違う、チャッチャダーンか、ドッキリは。じゃあ何の音楽を出したんだって感じだね。はい。ちゃんとこう、笛が鳴り出ます。パーンとこう、できましたよ、子供帳。はい、みたいな感じで。形になるでしょう。対策注意点、フール。
新しい冒険チャレンジ、うん、今までにはない全く新しいチャレンジになりますが、好奇心を持って恐れずに取り組んでいってください。お願いします。はい。じゃあ衆院選のためなのか子供のためなのか、実際どうなのよ、どっちのね比重が高いのよみたいなね。衆院選のためなんですか？本音は、菅さんの本音は衆院選のためなんですか？衆院選でなんか子供庁とか言っておくと、こう聞こえがいいかなとかイメージがいいかなみたいな、そんな感じなんですか？これかな。はい。衆院選のためなのか、悪魔の逆、これはあるね、悪いイメージを払拭しようみたいな、うん、あるある、対策注意点死神、うん、まあその子供庁で悪いイメージを払拭しようみたいなのが、なんか逆に悪いことにならないようにねっていう、うん、そうね、もっと純粋に子供のことを思った方がいいかな。はい、じゃあ本当に本当に心の底から自民党さんは子供のことを思ってくれてるんですか？いや、本当幼稚園と保育園と子供園は本当分断されてるよね。世界が違うって感じ、本当に。私、うち保育園だけど、ずっと。私自身も保育園だったけど、幼稚園のことの接点はないし、幼稚園って何なんだろうみたいな。幼稚園から見ると保育園って何なんだろうみたいな。得体の知れなさがないですか？ね。なんか、こう、同じ子供でね、同じ時期に生まれた同じ子供なのに、全く違う、なんか、世界を歩んでいくみたいな、なんかさ、そんな感じに分かれるよね。一番最初で、まず。で、小学校でやっと一緒になるみたい。うん。はい、自民党さんは本当に子供のためを思って子供庁考えてるんですか？フールの逆、無知無計画。マジか。あんまり考えてないな。あまり考えてないな。悲しいカードが出ちゃった。虚しい。対策注意点、悪魔。大丈夫？なんか、欲望しかないとしたらさ、自民党に。この子供庁をめぐって。それは辛いよ。いや、本当に子供のためにお願いしますよ。頼むよ。で、二階さんが本部長って、どうなの？タロットさん、どう思うの？それ。タロットさんに聞くね。二階さんがこの、創設のための本部長らしいよ。って声が聞こえてきそうだけど。二階さんの本部長ってそれどうなのよ。うまくいくの？どうなのよ。悪く働くの？せーの。恋人、いいんだ。いいんだね。はい、ありがとうございます。いいらしい。こう人員をね、こう、ここに配置して、この人をここに配置してみたいな感じで、今回は、うまく働きそうな感じがするよって、タロットさんは言っています。対策注意点審判。うん。二階さんが強い決意とともに結果を出すみたいな、ね。なんかそういう信念さえあれば、まあ今回はちゃんと働くんじゃねみたいな、そんな感じが出てます。はい。じゃあいいよ。うん。じゃあ二階さん、頑張って信じるわ。はい。お願いします。ということで、子供庁創設について占ってみました。いかがだったでしょうか。はい。では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん。ほい、パンなので、チョキの人の勝ちです。じゃあね、バイバイありがとうございます。